おはようございます。まだまだ気象種の、気象種の X ジェンダー、マコネがお届けする、M ポスって、どっちじゃないのかな。だから勝手に決めたんだけど、今日の朝初めて配信予約、てか配信手続きしてみて、とりあえず、スタートはした。細かいことはこれからやる。まあね、まだいろんなサービスの、規約とかも見てないし、もしかしたらね、一つの、この音声で、複数の配信できるかもしれないしね。うん。そう。まあ、私はね、どっちかというと、コミュニケーションはあんま得意じゃなくて、いろんなことやるとすぐへこんじゃう方なんだけど、そう。うん。まあ、できればね、いろんなところでまとめて、同時に一回発信できればいいんだけど、そう、まあ、収録だからね。収録ものだから、複数発信もいいかななんて思ってます。まあね、もともとってないようなもんだから。YouTube のアカウントとかだったらね、というかまあ、メインで使ってるアカウントとかだったら、まあ、厳しいけど、まあ、やるだけやってみようかな、って思ってます。だって、朝はどうせ歩いてる時間に喋ってるだけだから。まあ、それでですね、昨日は何の話をしたんだっけ？そうだ、16時間断食の話と、写真道の話をしたよね。うん、まあ、それはまあ、16時間断食って、まあ知ってても、実際にどういう風にやってるかっていうのはね、まあ結構人それぞれでね、まあ朝ごはん抜けばいいんでしょって思ってる人もいるかもしれないし、まあガチでやろうと思ったら結構大変。ちょっと研究しなきゃね。まあ、ゆるくもいいし、ガチでも、まあ自分の好きでやればいいよね。と思ってる。うん。私はね、結構ガチで、マジに体重を、標準体重まで落とそうと思ってるから、まあ研究しながらやってます。で、昨日もう一つ喋ってたのは写真道の話ね。まあ写真家は写真家なんだけども、まあ、写真家って言葉はさ、英語で言えばフォトグラファーなんだけど、プロフェッショナルフォトグラファーと写真家はちょっと違うんだよね。プロカメラマンと写真家は私なんかじゃ随分違うんだよね。まあそれを分かりやすく表現するなら写真どうなんだよねっていう話をしたんだ。したのよ。まあそれで、まあその話はまたおいおいっていう感じで、いいよね。今日は違う話がしたい。今日は、そう、まあ、冒頭にちょっとお話したのは、まあ、タイトルね、発信するときタイトルどうしようかなって思ったんだけど、タイトルはね、Mポスまでは覚えてたの。覚えたっていうか、録音したデータにファイル名を付けるときに分かりやすいように、Mポスにしたのを、そのまま Mポスでいいじゃん。誠の M に、ポストキャットのポスで、M ポスでいいじゃんって思って M ポスにしたんだよね。で、私の愛称のマコネーをつけて、マコネーの M ポスにしたの、タイトルを。で、なんか、それだけじゃタイトルだけ見て、私のことよくわからないって人はさ、こいつ誰みたいな感じになっちゃうと困るから、ポッドキャストに登録するときに、発信登録するときに、名前は、まだまだ気象歌手の、まだまだ気象種、X ジェンダーのマコネーをお届けする M ポスにしたんだかな。あ、マコネーの M ポスにしたんだ。そう。で、まあ、詳しい人は詳しいよ。X ジェンダー何言ったって詳しい人は詳しいよ。そう。まあ、いろんな人がいて、いろんな考え方があって、いろんな生き方をしてるから、まあ一概にね、言葉で決めつけるのは本当にね、危ない世界、危ないっていうか、危ないと思うのよ。まあ普通はさ、これ性別の話ね。普通は男と女がいるわけよ。まあいるよね。そう。その中には、例えばさ、セックスの認識もある。で、性の認識もある。セックスと性は、一緒って言えば、まあ、ちょっと違うんだよ。セックスはさ、例えば、
まあ、セックスだよ。まあ、それ以上説明ないよね。で、性認識っていうのは、自分の性別が、体はともかく、心の性別はどこにあるんだっていう話なの。うん。そう。例えばさ、見た目はさ、ごっついさ、ひげもじゃもじゃのお父さんでもさ、心は女の子っていう人もいるわけよ。そう。で、心と体と、心と見た目のギャップを、取り除いて、自分の求めてる性に近づこうとしてる人たちが、トランスジェンダーだったりするわけ。うん。それが、まあ、LGBT っていう言葉はさ、今ではまあ誰でも知ってるような言葉になったけど、まあ、L はレズビアンでしょ？LBB は、LBB、B なんだっけ？え？ B、バイセクシャルだ。G はゲイでしょ？ LGBTQ じゃない。LGBT、トランスジェンダーだ。そう。このさ、4つはさ、実は、性認識の話も入ってるし、セックスの話も入ってるし、見た目の話も入ってるわけよ。で、体の話も入ってる。だから、すごくね、曖昧な言葉で、正しくその人のセクシャルマイノリティを話するには、すごくややこしい言葉。でも、一般の人、普通のね、ヘテロセクシャルって言うけども、普通の自分が男で生まれて男として育って自分は男だっていうふうに、まあ、思ってる人。その中にまあ、いろいろ分類すると、なんか20通りぐらいの性別があるらしいんだけど、まあ、半分に分けて男用の人ね。そうそうそう。その人たち、思うなよりどっちでもいいけど、うん。そういう人たちで、そういう自分の性に、悩むことがない人たちにとってみれば、そんなのさ、どうでもいい話でさ。例えばさ、そうだなそうだな何がわかりやすいかな。まあ、車でいいや。車さ、走ればいいやって人にとってはさ、軽だろうが、普通車だろうが、セダンだろうがさ、ワゴンタイプだろうが、SUV だろうが、なんでもいいわけよ。タイヤが4本ついてれば、ついてて、動けば。そう。でも、こだわる人にとっては、やっぱり SUV の中で、トヨタがいいとか、スズキがいいとかってあるわけじゃん。で、スズキの中のどれだれがいいみたいなのが、やっぱあるわけじゃん。まあ、そういうふうに、していくと、オサリティのね、性別の世界も本当そうで、そう、自分が生きたい生き方に、をしてる人たちは、その自分の生きたい生き方の中で、どこに分類されるかなっていうのを、まあ、自分でそれ決めてる人もいれば、そういうのを決められるのが嫌だって人もいるわけ。そう、例えばさ、普通のおじさんでさ、おじさんって本当それでいいのかと思うけど、普通のおじさんでさ、女の子の格好するのが好きって人もいるわけ。ストレス発散でね。うん。ストレス発散だったりとか、ただそれが楽しかったりとか、例えば、その女の子の服を着て、女の子の格好をして、G 行為をするのが好きっていう人もいるわけ。でも、それは、自分の性認識とは別だったりするわけよ。もちろん、性認識も女性で、体は男性でっていう人ももちろんいっぱいいる。うん。だからそういった中で、いろんな人のいろんなパターンがある。そう。そう。うん。その中でも、一番ややこしいのが、LGBTQ の Q だね。他にさ、まあいろいろプラスとかいろいろあるけど、LGBTQ の Q ってさ、何かっていうと、日本で言うと X ジェンダーって言われることが多いかな。うん。海外だとクイアとかクエスチュニングとか言われるのね。で、私は、大体プログラムしてもさ、SNS の配信しても、基本的に海外向けに発信してるから、クイアで統一してる。うん。で、日本向けのコンテンツに X ジェンダーって書くこともあるけどね。まあ、このさ、M ポスは、ぶっちゃけ全部日本語だからさ、日本向け
ということで、X ジェンダーに統一してる。まあ、そういうわけで、今日は X ジェンダーって話をするけども、X ジェンダーって何かっていうと、一般的にね、ウィキペディアとかに調べると、自分の性の認識が、その時々で、コロコロ交換できる人、っていうふうに書いてあるかな。まあ、しか喋ってないけど、そう、そういうふうに言われてる。だから、自分は今男なんだよ。自分は今女なんだよって、その時々で、自分の性をチェンジできる。だから、バッテンだね。バッテンというか、繰り返すみたいな。そう。そういうのは X ジェンダーって言われてる。うん。でもね、クリオはちょっと違って、自分の性認識を決めてない人っていうのが正しい内容。そう。じゃあ、私はどうかっていうと、まあ、どっちもありだな。どっちよりか、男と、トランスジェンダーはトランスジェンダーなんだけど、トランスジェンダーよりはクイアよりっていう感じかな。そう。ややこしいでしょ?うん。ややこしいの。でも、いいじゃん。それで。まあ、そんなわけで、私はね、よく人に言われるときに、じゃあお前と付き合うときはお前をどっちだと思って付き合えばいいんだってよく言われる。俺はお前女として付き合えばいいのか、それとも俺は男として付き合えばいいのかって言われるとき結構ある。それは、男性によく言われるね。女の子はね、別にそんなのどうでもいいんだよ。女の子は、まこちゃんはまこちゃんでしょって。まこねはまこねでしょそれでいいじゃん、別にいいって。まこねが男か女かなんか関係ないよってのは大体女性の考え方。で、男性らしい人ほど、俺はお前をどういう風に見えて付き合えばいいんだってよく言われる。だから言うよ。あんたが、見たい方向で、見たい方で付き合えばいいじゃん。男だと思って付き合いたいきゃ、男だと思って付き合えばいいし、女の子だと思って付き合いたいと思えば、そうすればいいじゃん。別に私はどうでもいいよ。なんて話をよく言ってる。そう。まあ、そんなわけで、ポストキャット。うん。今はポストキャットしか発信してないけど、私ね、ポストキャットとね、ラジオの違いが、ラジオ配信のね、違いがよくわかんないよ、正直。だから、まあ、ポストキャットで統一させて。そう。ポッドキャットで統一させて。ポッドキャットで、もう私のことを知った人に、でもいいし、まあ、YouTube でもインスタでも何でもいいけど、私を知った人が自分で決めて、私とどう付き合うか。うん。そう、私のことを女の子だと思ってみるならそれもいいし、男の子だと思ってみるならそれでもいいし、もうどうでもいい人、まあ人間、まあ人だと思って接してくれれば。コンピューター、それこそチャット GPT で作った文章を喋ってるわけでもないし、このね、寒い中、今日、お日様じゃなくて、月は満月っぽいよ。しかも赤いよ、ちょっと。ちょっと赤い月を見ながら、あ、今日日付言ってなかったね。今日は3月6日。今はね、5時ちょっと前。朝のね。だから、まあ、私とね、あなたの好きな形で付き合ってくれればいいです。ただね、一つはっきり言うとき、私ね、人付き合いが苦手。私は一方的に情報を発信するのは割合と好きなんだけど、基本的に人付き合いが苦手。そう。まあ、短期間だったらいいんだよ。半年とか一年ぐらいだったら。でも、長期間になるようになるほど、結構頻繁にさ、連絡してくる人いるんじゃん。そういうのがね、うざいんだよ。ぶっちゃけ。だから、ね、本当のこと言うと、SNS のコメントとか、YouTube のコメントとか、いらないんだよね。疲れちゃうの。そう。だからね、私が一番嬉しいのは、アクセス数が伸びるだけ。観覧数が伸びるから嬉しい。でも、ぶっちゃけ、コメントとかいっぱい来ると、それの返信に、もう悩んで鬱になっちゃう。うつうつしちゃう。だから、まあ、コメントくれても、まあ、返信がないかもしれないっていう前提で、コメントしてね。可能な限り見ようとしてるんだけど、そう、
見て、ズドンって病んじゃって、発信できなくなっちゃう方が困るからさ。だから、まあ、帰っても見てるか見てないかわかんないけど、気持ち、帰ってくれる分にアクセントをいただくのは嬉しいよ。うん。そう、だんだんね、今、今まではね、街の中を歩いてたんだけど、今は、日本一長い信濃川の橋、長岡大橋っていうけど、違う、大手大橋って言うんだけど、大手大橋を渡って、対岸。この橋がね、1キロくらいあるのかな？もうちょっとあるかもしれないな。そんな橋なんだけど、その橋の上に、そう、なんかね、春だけどさ、なんか、イメージ的には、中秋の名月みたいな、ね、秋の、そう、お団子食べるときに見るような、ちょっと赤みかかったね、まん丸のね、満月の月様が出てる。うん。そう。まあ、X ジェンダーの話を掘り下げようと思ったんだけど、満月が出てるから、今日は、ちょっと、アニメの話しようかな。うん。で、アニメの話、何しようかっていうのは、私はね、1974年生まれだから、まあ、今48かな。うん。でも、生まれた時には、宇宙戦艦ヤマトはやってたし、ガンダムもやってたし、ウルトラマンもやってた。でも、みんな初期シリーズだね。だから、言ってしまえば、今のアニメに繋がっていく、その元をずっと辿ってきたっていう世代かもしれない。それはね、ゲームも多分そう。だって、ファミコンが出たの、小学生上がったくらいだもん。そう。ファミコン前の、カセットビジョンとかの CM 見たの覚えてるもん。テレビでね。だから、ファミコンが徐々に復旧してスーパーファミコンに変わり、プレイステーションに変わり、どんどん変わって、DS が出てきたりとか、Wii が出てきたりする流れを全部見てきた。だから、ファイナルファンタジーが、出た時も、ドラクエが出た時もよく覚えてる。私ね、ドラクエなんかさ、最初ね、友達が自分の部屋でやってるのを見てたの。でもさ、RPG って、一緒にできないじゃん。一人一人だから。だからさ、退屈でさ、それ見てても何が面白いかわかんなくて、私はドラクエが何が面白いかさっぱりわかんなかった。最初はね。でも、私がね、初めてドラクエを真剣にというか、まあやったのは、自分でやったのはドラクエ3からかな。まあ面白かったね。私もお父さんがハマったかな。お父さんまだね、未だに RPG ハマりまくってるもん。私はね、RPG は基本的に今はやらないかな。だって時間食われるもん。うん、やり始めると面白いからやっちゃうし、シリーズものがあれば次の違うのもやっちゃうし、基本的に私ゲームは、まあ、なるべくね、短時間で終わるようなゲームしかやらないようにしてる。意図的に。うん。まあ、ゲーム外れちゃったんだけど、お月様の話ね。うん。で、まあ、小さい頃ってさ、私は、女の子のアニメはあまり見なかった。そう、なんかね、自分の心を、まあ、静かにされてる気持ちがわかるの。でも私は私で男の子じゃなきゃいけないんだっていう気持ちがあってさ、私は男の子なんだってすごいさ、思ってて。で、女の子のアニメとかは、なんかね、こっぱずかしくて見なかったかな。うん。だから、そうね、まあお父さんとかお母さんがいないところでは、見てた。花の子ルンルンとか見てたよ。うん。そう。あと、世界名作劇場とか見ていつも泣いてた。まあ、世界名作劇場はさ、男の子女の子関係ないかもしれないけどさ、なんか、男の子がさ、みんな集まってじっと見てるっていうようなもんでもなかったような気もするんだよね。まあ、それでさ、あんまり女の子のアニメを見なかったんだけど、中学生ぐらいになって初めてさ、池田玲子先生の、レスルサイユのバラを、漫画で読んだの。なんか気になって。
からさ、ちょっと変わってきたんだよ。自分の意識がね、あ、違うんだって。私は自分のままでいいんだっていうふうに思い始めたの。そう。まあ、その話はまたちょっと脱線したいから今日はやめちゃって、満月がしっかり出てるから、まあ、そんな頃にやり始めたのが、セーラームーンだったね。セーラームーンもうちょっと早かったかな。そう。まあ、私はさ、セーラームーンと同時進行ぐらいにやってた、ドラゴンボールとかセイントセアはやっぱ全部見たよ。見た。そう。でもまあ、うん、好きは好きだけど、うん、そんなに好きって、うん、なんか、私の上では物語落ちゃうぐらいなもんかな。でもセーラームーンは、見たかったけどね、なんかこっ恥ずかしい感じがして、見なかったな。そう。で、その頃から、女の子向けのアニメとか、女の子中心のアニメとかも結構増えてきたんだよね、確か。うん、でも私は家でもそういうの全然見なくて、セーラームーン見たいけど、なんか恥ずかしくてっていうのが続いてたかな。で、高校生ぐらいになると、その時にさ、男友達なんだけどね、男の子の友達なんだけど、アニメとかゲームとかね、大好きな子がいてさ、よくそこっちの家でさ、アニメ見たりゲーム見たりビデオ見たりしてんだけど、彼がね、セーラームーン R の映画のやつを、DVD 借り、DVD、当時はビデオテープだ。ビデオテープ借りてきたの。で、私はね、それを見た時にね、すっごいびっくりして、もうね、いや、今でもね、最近、まあ、YouTube で探せばあっちゃったりするんだけどさ、たまに見返すよ。ものすごい感動する。うん。そう、もうね、最後のね、曲が流れただけで、いや、最後の曲が、イントロが流れただけでも涙がバーって出るほど感動したのを今でもよく覚えてる。で、その曲は今でもカラオケ行くとたまに歌ったりして、歌いながらまた一人で泣いてる。私はね、カラオケは、まあ、なるべく一人で行く。人に合わせて人の歌を聴きながら拍手するのはさ、もともと、スナックのパブのママだから、まあ、気を使っちゃうんだよ。もう気使いながら歌えたのはさ、嫌でさ、まあ、一人で行って、まあ、自分の好きな歌を歌って、まあ、思い出の歌とか歌って、一人で泣いてる。だからね、まあ、私はね、泣いちゃう歌いっぱいあるよ。けど仕事しながらさ、妄想してたんだけど、まあ、私の配信はさ、まあ、録音はね、日月火水木の5日間だけなの。だって出勤がそれだけだから。そう。だから、週の最終日の最後には、なんか、一曲アカペラで歌おうかな、と思ってるわけ。そんなことを妄想してた。まあ、アニメの曲が多いかもしれないけど、でも、そのうちさ、ネタがつけてこえば、泣き歌もいっぱい出てくると思うの。そしたら、歌いながら泣いてるかもしれない。そうね。うん。まあ、それで、セーラームーンだけど、その後さ、セーラームーンもある、なんかもういっぱい出てくるじゃん。もうついていけなくなって、セーラームーンが終わって、プリキュアが始まった時は、まあ、プリキュアは追いかけようと思って、第一話見たんだけど、第一話見た時に、あ、私は、小さい女の子じゃなくて、大きい女の子になっちゃったから、ちょっとこれは、辛いわ、と思って、まあ、結局見なかったかな。うんうん。まあ、その後ね、私はね、意外と少女漫画も読んでない。うん。少女漫画とか、もう読んでない。でも少女漫画が元になってるドラマとか映画は結構見てると思うんだけど、わかんない正直ね、どれがどれだか。うん。絵の価値とかで、わかるっちゃわかるんだけども、少女漫画のね、細い線の絵が、ちょっと苦手。だからって、キングダムとかな、北斗の剣みたいな、花ずぶとくさ、絵がもうガッチリ描いてあるのも、ちょっと苦手。まあね、私はね、漫画ね、やっぱ、絵が好きか嫌いで見ちゃうのが半分かな。あとは、テーマだかな。うん。なんかまあ、いっぱい読んではいるけど、結構偏ってるのかもしれない。そう。
お、あ、お月様がまたなんか大きく見えてきた。で、まあ、セーラームーンの話に戻るんだけど、うん、そうする、もうさ、私がもう高校生ぐらいになるとセーラームーンが終わってたのかな。そう、終わってたのかな。まあ、そうしたらさ、もう、まあ、どんどん忘れていくよね。でもね、セーラームーンのさ、やっぱ、曲のね、ムーンライト伝説はすごい好きで、よく歌ってたな。お店でも歌ってた。今でもよく歌うよ。そうなの。そう。そうやってね、まあ、中学校ここの頃は過ごしてたんだけど、私はどっちかというと、アニメとかとかよりも、自分のさ、体とか心の方に興味があったよね。そっからまた X ジェンダーの話に戻っちゃうのか。うん、まあそれもいいか。まあどういうことかというとさ、やっぱり自分の心のよくわかんないところが、やっぱいろいろ調べた本とかでね、当時インターネットもあんまりなかったし、インターネットが出てきたっていうのは私の高校生ぐらいだよ。うん。まだ大学会社で、チージリ、チージリとか言って繋がってて、一枚の写真が出るのに何分待つんだろうみたいな台。うん。私はね、専門学校を卒業とか辞めちゃって、長岡に帰ってきてパソコンを手に入れたけども、その時は Windows 98ぐらいかな。私のね、人生初のセフレって、まあ同級生の、中学校の同級生の男の子なんだけど、そう、その男の子は、まあ、早くて、Windows 95ぐらいから、パソコン使ってたかな。うん。でも、周りを探すと、結構ね、DOSV やってましたとか、MSX でゲームやってましたって人結構いた。その後ね、私の友達の中では MSX でさ、ゲームやってた子の中で、公営に入って、実際にね、信長の野望を作ってる子とかもいるよ。今、付き合いないけどね。うん。まあそれで、なんでパソコンの話になったんだ？ X ジェンダーの話から、アニメの話から X ジェンダーの話になって、なんでゲームの話になってんだ？どこまで戻ればいいんだ？わからなくなってきた。まあ X ジェンダーまで戻ろうか。自分の性の問題だよね。自分の性の問題、まあ X ジェンダー、うん。まあね、元を正せばさ、私のちっちゃい頃には、たまにテレビドキュメンタリーみたいので、ニューハーフが出てくる、当時はニューハーフって言わなかった。ミスターレディーって言ったのかな。ミスターレディーが出て、のお店の、のとか出てきたのよ。だから、小さい頃にはそういう世界があるってのを知ってた。で、で、小さい頃、小学生ぐらいには、ストップヒガリ君という、漫画がやってたの。あれ、ジャンプで、少年ジャンプでやってたらしいね。そう、後から私は漫画本も買ったんだけど、まあ、あれね、今見れば多分、面白い。当時は、なんかギャグなんだけど、まあ、大人向けにちょっとね、頭をつかないけど理解できないような、ちょっと難しいようなギャグだったね。うん。でも、そのストップひばりくんに影響を受けて、私はひばりくんになりたいって思ったんだよね。だから、いずれ体を全部いじって、私は女の子として生きるんだっていうのを、小学校低学年の頃にいたら、もう夢見てた。うん。でも、それを具体的にどうしたらいいかわかんないし、私はさ、実は、自分で何かに向かって発信することはできるんだけど、対面に向かって、問い面に向かってね、人に言うのはちょっと苦手なんで、まあお父さんお母さんにもそういうこと言えなくてさ、結局今もさ、それが原因で、あんまりいい関係じゃないんだけど、うん。まあ、それでね、ソフィーワイクの影響を受け、いずれそうなるんだって、自分の中で決めて今に至る。うん、で、さらに、中学生ぐらいになって、ベルサイユのバラを見て、オスカルを見て、ああ、別に無理して、男だからって男で生きなきゃいけないといけない、女だから女として生きなきゃいけないってこともないんだなってことを知ったりとか、あとはね、リボンの騎士なんかも私は影響を受けたな。そう、リボンの騎士と、トップひばりくんと、
ベルサイユの場合の大阪にすごく影響を受けて、私は自分なくして生きるには別に性別じゃなくて、自分が自分にとって自分のやりたいように生きたいように生きるっていうのを、まあ中学生ぐらいにはもう決めてた。うん。だから今まで来たんだけど、やっぱりね、現実とのズレっていっぱいあるわけ。例えばね、トイレ。うん。私ね、いつも、着てる服とか、自分のその意識によって、まあ、男子の時もあるし、女子の時もある。うん。でも、そう。で、女性の友達とかに聞いたんだよ。どうする？私がそんなの子の子に来てたら。いや、別に気にしないよ、みたいな。知ってる人はそうだし、でも知らない人なんかには嫌悪感を抱く人もいると思うんだ。ただね、それはね、女性だけじゃない。男性もそう。私が普通にスカート履いて、バッチリメイクして、まあ、デート行くぞ、みたいな感じでさ、おしゃれして、で、なんとなく女性の方が混んでたから、男性に入っちゃうと、え？みたいな顔される。まあ、そこら辺はね、やっぱズレっていうか、ギャップっていうか、しょうがないと思ってるね。うん。あとね、温泉施設とか行って、まあ、ポエムとか行って、普通にさ、女の子のポシェットをされて、私体いじってないからさ、今のところ、何もいじってないから、いやでも、脱ぐと男なんですって言うと、それは困りますね、みたいな感じで、男性のポシェットをもらったりとかね。でも男性のポシェットもらったらもらったで、なんか寂しいんだよ。だから結局お風呂入らないで帰ってくるなんてこともよくある。てか、あった。そう。とか、なんか、着るものを出されるとかあるじゃない。例えば入院した時とかね。そうすると、今はね、看護師さんが気遣って女の子用のやつ持ってきてくれるんだけど、女性のやつ持ってきてくれるんだけど、まあ普通の男性用なわけじゃん。まあ私女の子だけどなぁとか思って、でも言えないみたいなことはいっぱいあったな。そう、そんなことを乗り越えつつ、まあ自分の中では女の子の部分が強いんですよ。女の子なんです。女性なんです。女性として見てくださいって思いながらも、そこに、なりきれない私もいて、結果的にどっちつかずのクイアがいいんじゃないかなっていうふうに思い始めたのよ。まあ、それも LGBTQ の Q という言葉が出てきて初めて知ったんだけどね。うん。そう。で、今現在は、どうかって言ったら、まあ、どちらでもいいかな。でも、私がさ、昨日16時間断食の話したけど、断食してダイエットをしたいっていうのは、中学生、高校生の頃からずっと思ってたんだけど、一回も成功しないっていうのは昨日お話したんだけど、その目的ってのは、やっぱり、ニューハーフの世界で働いてるお姉さんたちにさ、女性ホルモン打つと太るよとか、女性ホルモンは、肩はポチャポチャしても女性らしい体になるけども、すごいリスクがあるよとか言われてて、まあ、それなら、体重をぐっと絞って、体脂肪率17%ぐらいまで落としてから、女性ホルモンを投与しようっていうふうにずっと思ってたわけよ。だから私のダイエットの最終テーマはいつも、女性ホルモンを投与するまでに体を作ろうと。体を、それに耐えられる体にしようっていうのが一番のテーマなのよ。うん。だからね、3年期っていうのは、3年後にホルモン注射を始めようと。そう、そこまでに、そこに対応できる、まあお金も必要だよ。そう、お金も必要だし、対応できる体を作っていこうっていうのが、16時間断食を始めた理由なのね。うん。そう。だから、まあ、私のとっての性別っていうのは、今現在進行形で、まあ来年になったらまた変わってるかもしれない。でもね、好きなものっていっぱいあってさ、やりたいこととかいっぱいあるんだけど、まあトータルすると私はね、やっぱ半分半分かなと思う。男の子っぽいものが好きな部分もいっぱいある。
まあ、その話をしてると、ね、周りはさ、やっぱ男の子なんだね、なんて言われるし、逆に女の子が好きそうな話をさ、まあ、私も好きだしね、そう、メイクとかさ、ファッションとかさ、大事なこといっぱいあるんだけどさ、そう、まあ、人の噂話も好きよ。しないけどね。ちょっとやりとられしないし、まあ、もちろんネットでは話しないけどさ、うん。で、女の子と喋ってると、やっぱり女の子なんだね、なんて、勝手にお前ら、じゃあどうしたいのとか思う時もあるけど、まあ、周りが私をどう見るかは関係ない。私がどうしたいかだからね。うん。だから、3年後には、そう、なんか、もっと女の子らしくなってたいなと思う。うん。女性らしくね。行きたいなとか思う。だからって無理したくないから、私はさ、こんなこと言うとね、なんか怒る人もいるかもしれないけど、もうね、外出るならメイクしなきゃ嫌だ、メイクしなきゃ出れないとか、彼氏の前でもメイクしなきゃっていう人って、私の世代はいっぱいいたの。今はちょっと違うかもしれないな。でも、やっぱ、すっぴんが綺麗であって初めて美しいなとか思ってるのよ、私は。うん。だから、3年後までに、もっと体重を落として、お肌のね、健康とか、体の健康のことを勉強して、そう、中身から素敵な女性に、もう一回、生まれ変わりたいなと思ってるな。まあ、そんなわけで、いつも働く、職場にたどり着いたんで、今日の発信も、もう、よろっと、終わりにしようと思ってます。まあね、お題とかあってさ、テーマがあって何分になったら何を喋るとか、そういうのを作ってないから、もうコロコロ話が飛んじゃうんだけど、まあその日その日のね、思いつきで、まただらだら、明日も、明後日も、その次も、お話していくので、皆さん、そうだね。もしかしたら眠る前とかに聞いてたら、なんか、なんとなく寝れちゃうかもしんないね。うん。私も誰だら、人の誰だらした話を誰だら聞きながら眠るの好きだもん。そう。そんなわけで、今日も配信の終了の時間となりました。ただいまね、収録する時間は朝の5時17分。そう。まだね、息がはーってやると白い。うん。月様も出てる。周りはまだ真っ黒。ここは新潟県長岡市の、橋の土手、川の土手。はぁ、緑のいい匂いがする。春の匂いだね。そんなわけで、私は今日も頑張ってきます。皆さんも今日も頑張りましょう。無理しないでね。わがままでいいと思うよ。私はとことんわがまま。今も、これからも、これからも、ずっとわがまますぎる私でいたいなっていうか、それしかできないなと思ってる。そんなわけで、まこねえの M ポスでした。バイバイ。やばい。手袋はめてると、トップボタンが押せない。